下水球。和尚一休、よくぞ来た。はい、お殿様。殿様、城にお招きいただきありがたき幸せ。今日はどのようなご用件でしょうか。お前たちを呼んだのは他でもない。一休よ、お前はとんちの名士と聞く。そこで私の出すお題に答えてほしい。できるか。たやすいことでございます。よくぞ言った。実は最近この屏風に書かれている虎が夜な夜な抜け出して暴れて困っておる。なんとかしてくれぬか。お安い御用でございます。ポク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 チーン。それこれ一休、それはチンコじゃ。虎ではなくチンコを出してどうする。すいませんお殿様。さあ一休、しっかりやるのだぞ。はい。だからそれはチンコじゃ。チンコを出すなど言っておろう。まったく、すいませんお殿様。何分子供をやることでございますので。なんだこれ。一休のチンコを出すなど言っておろうが。一休、和尚、さてはお前の仕業だな。いや、滅相もございません、チンコ様。一休、これチンコを出すなと言っておる。いや、私はチンコ様ではない。チンコを出すな。一休、一休、殿様失礼だろうが、チンコを出す。